位置の特定はもう終わったよ。もうすぐミステルが橋をそっちに繋いでくれる。彼女の体の状況を考えると、今回の道は長時間維持できないので、急いで通過してほしいなのです。わかった。また来たわね。あの怪物たちが橋の接続点に近づかないようにしてください。現状ではミステルの体はその攻撃に耐えられませんから。まだ聞こえてるわよ、17号。衝撃を緩和する時間を数分ほどくれれば大丈夫よ。タイミングさえ見極めたら二人は簡単に来られるはずだから。ふん、そんなの楽勝だけど。あのサエたちは国務に封じられるんじゃないの？それでもすぐにそうなるってことはないわ。どうせ持っていくことなんてできないし、十分に役に立って時間稼ぎをしてもらいましょう。別に私は構わないけど、戦いながらサエを操るのは大変なんじゃないの？あなたは自分の心配だけをすればいいのよ。死になさい。ねえ、道作りはまだ終わってないの？もう何分過ぎてると思ってる？あと1分くらい必要です。準備しておいてください。まあそのくらいなら。石博士を連れて先に行って、サエにしんがりを務めてもらうわ。は？半人前だけど一応私は賢者よ。そもそもこの橋はあなたのために作ったものでしょ。それにあの怪物たちはあなたについていくのが好きみたいだし、誰かが奴らを止めないとどうやって橋を渡るつもり？チェッ。はいはい、わかった。今は遠慮してる場合じゃないし。気をつけてください。空間の橋がもうすぐ完成します。カウントダウン。3、2、1、今です。向こうが見えたよ、ゼレ。話はいいから、急いで。ええ、すべてが順調です。次はあなたの番ですよ、ゼレ。そうね。よかった、ゼール。
どうして？ミステルが作った道は長時間維持できないから、保険のために彼女が命綱を作ってくれてたの。何？私ってそんなに信用ないの？よかったわね。これじゃあ向こうについてもあの女をぶん殴れないわ。でもどうしてもミスがないように、みんなが無事に戻ってこられるようにしたかったの。そうだとしても危ないでしょ。いきなり漁師の海に飛ぶなんて。もう一度沈むつもり？今回は私も一緒にいられないかもしれないのに。でもゼールだって同じ行動したよね。お互い様じゃないかな。まったく本当にバカね。本当にびっくりしたよ。振り向いたらいなくなるところだったんだから。私がしんがりを務めてたらそんなこともなかったのに。本当に強がりなんだから。別に私が橋を切断したわけじゃないでしょ。あなたがしんがりを務めても同じようにゼーレに拾ってもらうだけよ。それでさっきのはまた社の仕業ですか？そうだと思うわ。少なくとも体感的にそう変わらなかったもの。わかりました。このままだとあなたは社専用センサーになってしまうかもしれませんね。橋を作ることだけでも困難だと知りながら追加の建築素材まで分けるとは、あなたのチャレンジ精神には感心してしまいます。結果往来なんだからいいじゃない。とにかく皆さんは無事ですし、セントソルトスノーも一時的に安全なのです。ですが先ほどの出来事で社はいつでも介入できると確信できたなのです。現状を分析し次の行動計画にすぐ着手するべきだと思いなのです。はい、今のところ社は非常に慎重で手を出すことは滅多にありません。ですが社が2回だけ手を出したのはどちらも私たちが作った道を断ち切る時でした。その視点で考えると、私たちの中で最も発言権があるのは。ミステル、そうよね。あら、どうやらキラの中で私に対する評価が少し変わったようね。事実に基づいて話を進めただけよ。どう？何か手がかりはない？手がかりというより、感想の方が近いかしら？しゃ、奴が初めて手を出したとき、道を断ち切っただけでなく、そこにいたビタも消した。それで私は察したの。もしかしたら、しゃはそのやり方に気づいてほしくないのかもしれないって。だから、ビタの犠牲を無駄にしないために、道をもう一度作ったときに、わざとあることをしたのよ。社が干渉した瞬間を捉えて、人に知られたくない一面を暴こうと思ってね。それで結局何をしたの？道が二回目に壊された時、あることを確認できたのよ。社は、
単純なエネルギーの操作で私たちに干渉した。出どころがわからない以外、特に謎に包まれたところはないわ。エネルギーと直接関係がある権能なのですか。わかりました。先ほどセントソルトスノーであった停電と通信障害もそういう攻撃の一部でしょう。それは二次事故じゃなかったの？私もそう考えていました。何しろそんな微視的な操作を社がわざと行うなんて考えられませんでしたから。でもよく考えると私は事の本質を見逃してしまっていたようです。はい？本質って？私とミステルがこの世界に来たばかりの頃、セントソルトスノーには電力や通信環境がありませんでした。当たり前です。ここの技術レベルは原始的なものでしたから。今の電力システムは私が作りました。その中で効率を最大化するために通常のものとは違う発電とエネルギー貯蓄技術のシステムを採用したんです。この世界にのみ存在する冥国の言葉という古代の力を借りて、発電機や送電配電線路、そして電池のコストを圧縮しました。今思うとそれも世界の基本的な法則と関係があるのかもしれません。待って、つまりさっきの停電って霊落の星の晴眼抽出みたいな？まさか社が何らかの形でこの世界に影響を与えようとした時、冥国の言葉は炭鉱のカナリアのように一番最初にそういう干渉に反応したから停電が引き起こされたなのですか？でもそうなると冥国の言葉にあったおかしな動きを調べれば、社が世界に侵入した痕跡が見つかるかもしれないってことでしょうか。霊落の星の歴史を考えるとあまり楽観視はできないわね。確かにそれで社の正体を発見できるかもしれないけど、チャット博士たちのように何の収穫も得られないかもしれない。そうよね、キラ？ええ、でもそれならなおさら動き出すべきじゃないかしら。はい、雑談はここまでにして早速電力システムを調べてみてはいかがなのです。もちろんです、問題ありません。